やっぱニボリシです。ラップルです。はい、というわけで今回は特別ゲストを呼びしております。繁盛さんです。はい、繁盛です。噂に聞くと、はい、愛の戦士さんともお友達と、あ、愛の戦士は友達です、はい、愛の戦士と友達なんですけど、はい、ポケモンカードよくやるんですけど、面白い、なんかふざけたって言ったらあれなんですけど、まあ、そういうデッキしか持ってないんですよ、彼エネルギー40枚できたからしかないんで僕全然強くなれないんですよ、ポケモンカードがいつもなんか、あの種ポケモン1枚しか出なくて、はい、種ポケモン倒したら勝ちみたいな試合しかないんでだからちょっと、今日はちゃんとポケモンカードができるということで楽しみにします。ありがとうございます、はい、そんな繁盛さんですけれども、はい、今回お呼びしたのは、はい、なんとスティーリーグでベスト4に最近入られたと。そうなんですよ、はい、本当にあの運よくなんか入れて、なんかそのデッキを決めるときにそのトリッピーとかみんなとあの調整してたんですよ、うん、でその時にエースバーン、キー、VMAX の方を使ってて、うん、リベラの方で、なんかそのデッキ強えなって思ってそのトリッピーとかのデッキを借りてやってたんですけど、で、いざ当日に会ってデッキ見てみたら、カード見てみたらエースバーン持ってなかったんでだから急遽作った無限ライナーであの朝の8時ぐらいに登録したっていう話なんですけど、それでもベスト4を何とか入れたんで、すごいですね。そうなんです。すごいですね。トリッピー見てるか、俺はよベスト4入ったからよこのチャンネル呼ばれたぞお前ベスト4入るんだな早速ね、対戦の方していきましょう。はい、お願いします。お願いします。お願いします。最初はグーじゃんけんぽい。うわー、先行にしよう、後攻にしよう。ではよろしくお願いします。お願いします。スタートです。スタート。エースバーン、主演か。はい、頑張ってます。繁盛さんの曰く付きエースバーンの V バージョンです。いやー、 V バージョンか、なんか強くなって帰ってきたな。レベルボール使います。はい、まず姫演歌さんもう一枚持ってきて、うん、出していきます。出し終了でいいかな。はい、じゃあ番号終了します。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ行きます。はい。はい。ダイカード、出します。はい、かまど、はいはいはい。出します。レシーラン&リナトジックス出します。はい。ミュー出します。はい、ミュー、はい。ロートウェイ、お願いします。はい。3枚行きます。やばい。次、ゼロなんで、はい、ミュー前にしまして、ホイエルギーをつけて、サイコパワーで、前の変化に、アメリカンを3個置きます。はい、じゃあ、ウィスさん置きまーす。はい。はい、じゃあ1枚引きまーす。はい、じゃあ、姫演歌をベンチに1枚出します。めっちゃ姫演歌おる。そう、姫演歌デッキです。姫演歌デッキで、私らがまず、こちら進化して、はい、進化の子を使います、はい。進化ポケモンを1枚選んで、やばい、めっちゃ私らが来る。私らがパーティーです、こちら。めっちゃ私らが来る。私らがパーティーデッキなんで。このままもう一回、こちらも私らがじゃあ進化します。めっちゃ進化しますね。そうですね。そしたらじゃあ、マリー使います。マリー、はい。そしたら、悪くはないぞ、マジで。もちろん、全然悪くないぞ、悪くないぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。じゃあ、ユータンを、天地に出して、はい、レベルボール使います。レベルボール、レベルボール。さあ、ここでちょっとね、見せちゃおうか。見せちゃおうか。何や、ドーブルさん。ドーブル、ドーブルです。可愛くないですか。可愛い。ドーブル、もうめっちゃ好きなんですよ、ドーブル、普通に。いいっすね、イラストの可愛いやつ、ね。可愛くて、で、ドーブルをこのベンチ出して、効果使います。私らは2枚。なんで、基本エネルギー、じゃあ2枚、2枚で。なるほど、はい、これは4枚持ってきます。何がいいんですか。いやー、何持ってこうかな。トウと、はい、悪と、トウと悪と、めっちゃカラフル、基本雷とフェアリーネルク。そういうことか。久しぶりに見ません。確かに確かに、結構久々に見ると思うんですけど、じゃあ U ターンモード、はい、貼ってじゃあ逃げます。はい、このままとりあえず姫かこっちの姫か出してるか、こっちの姫か出してやり U ターンのサルジエ使います。はい、手札を1枚置いてこっちに変えます。ドーブルにキャプチャーエネルギー貼ります。なるほど。で、もう一度ドーブル、ベンチ出して、はい、バンを、バンを貼ります。はい、OK です。はい、バンを貼ります。いっちゃいます、はい、どうぞ。いやー、まずいコード使います。トーン2枚、超えていきます。はい、レシラムルとイゾガジックスに、はい、1個つけてサイコパワーで私らがにダメカン3個貼ります。やめてくださいよ。はい、うちらダメカンが、いや、80だ、はい、80だ。そうなんですよ、普通、はい、大きくしてきました。はい、ターン入ります。ドローします。ちょっとマリーにします。おー、マリー、いや、こっちを助けるマリーになっちゃうな。これ助かりましたよ。本当ですか。炎エネルギーでグズケットしなかったんですはい、じゃあ5枚加えます、はい、じゃあこのバトルの姫演歌に私らを進化させて、はい、じゃあサルジエ使います。はい、じゃあ1枚ヤマトを入れ替えます。はい、じゃあ
私らが3枚の効果を使って6枚手札に加えて、はい、これは強いぞ。すごい。怖い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 。5枚と基本草エネルギー、やだやだやだ、超エネルギーと、これを草エネルギーをドーブルにつけておきます。はい、じゃあ番を終わります。オッケーオッケー、はい、1枚いきます。今回多分使わなそうだな感じなんで、ガラガツ V を取らします。あはははは、本当はこれがよくできたんですかね。そうっすね、なんか繁盛さんのデッキにはね。そうっすね、ちょっとシティリーグで勝ったデッキを持っていこうか迷ったんですけど、はい、やっぱドーブルちょっとどうしても使いたくて、はい、本当にかわいすぎるんですよ、ドーブルが。かわいい、かわいいんで、はい、ヨセフコを使って骨に2枚を、その時にやばい、さばいて、やばいぞ、エースドーンベイマックス進化します。はい、ベイマックス進化、はい、ここはサイコパワーで私らが2段階の2個。ちょっとなんでそんなになんかネチネチやってるんですか。じゃあこれで私らが倒されます。はい、ヤネユータ2個乗せます。はい、気絶で、で、ヤネユータ2個、はい、了解です。はい、じゃあ1枚引きます。はい、はい、じゃあターン入ります。じゃあカード1枚引いて、ヤネユータね、サルジで使います。はい、山の一番上と、手札を入れ替えます。はい、はい、じゃあ私らがの、綿運びを使います。はい、綿運びの効果で基本エネルギーを1、2枚で、もう1枚1と、この山上ですね、はい、2枚、4枚持ってきます。はい、ボスの教えとかに通しいんだよね。いや、ボスの教えさすがに持ってないですよ。本当ですか。はい、よかった。そうですね、そんなそれであったら俺めちゃくちゃひどいやつじゃないですか。よかったよかった。はい、じゃあまず私らに草エネルギーを手張りしまして、はい、じゃあ逃げます。はい、逃げて、ドーブルをバトル場に出します。はい、はい、来ました。はい、そしたらじゃあボスの、うわーってねじゃあどうしよう。そうっすね、じゃあレシラマンのリザードにしよう。いいですか。はい、ライブペイントを使います。はい、でこれは自分で基本エネルギーを好きな数だけ相手に見せるんで、はい、その数かける30、はい、追加なんで、まずこちら、はい、数いっぱいあるぞ。アクエネルギー、はい、フェアリーエネルギー、2、雷エネルギー、3、超エネルギー、4、鋼エネルギー、5、エネルギー、水エネルギー、炎エネルギー、8種類来るの、来るの、240なんですけど、はい、30プラスなんで280点です。ぴったり、ぴったり、はい、で、見せたんで、はい、じゃあ、手札に戻します。はい、はい、じゃあ、2枚、あ、3枚手札に加えます。しかもこれ戻るから、まだ連発もできるっていうね。そうですね、だからマリーを使わないととんでもないことなんですけど、一応私らとかいるんで、4枚は確定なんで、150点は一応出る、150ダメージは出るって感じなんです。嫌ですね、はい、嫌ですね、ですね、はい、1枚引きますよ。どうぞ。玉のフラッシュします。はい、炎2枚、うん、攻撃は 3.0 つけます。はい、やばい、何も、マリをやめてくれよ。マリはないんだ、終わりないのかよ。はい、溶接庫終わる。うわー、ミセットさんと2枚やった。あー、カットされてしまう。あー、バイエル V、 バイエル V、 はい、はい、溶接庫でやめてください。あ、そんなことできるのか。なるほど、そうですよ、強い。ファンはそういうことですよ。バイエルが来るんです。バイエルが来ますよ。ベースパン V 出しておきまして、はい、デデンジックス、やばい、やばい、もう絶対に引きに行ってる。はい、大丈夫です。さあ来い、リセットスタンプ、あとほどエネルギー、そんなわけいきませんよ。おお、嘘だ、おお、来た、やばい、リセットスタンプは、はい、ありがとうございます。なかったので、はい、ここは逃がして、うわー、マイユール来た。はい、じゃあリベンジバーストで倒します。はい、倒されます。うわ、ドーブル、で、ドーブルを出します。カードします。普通の追加を使います。はい、トラッシュのポケモン2匹と、はい、そしたら非面化と、ドーブルで、で、エネルギーが、草エネルギーと、草エネルギーで、はい、これをデッキに戻します。なるほど、はい、また戻して、このツイエネルギーがマジで怖い。いや、ツイエネルギーやってないですよ。シャッフルはあとはあるから。いや、さっきもそう言ってても少しで思ってたじゃないですか。いや、それはたまたまなんですよ、本当に。僕もあんなことになるとは。じゃあ進化の5を一度使っておいて、はい、やだやだ、ミロカラスを持ってきます。ミロカラス、そうなんですよ、これはね、うん、一応マリーの対策で入れてるんですよね。マリーですね、はい、実はだからこのヒンバスくんも入っていたんですよね。そうなんですよ、でドーブルも、ベンチ出しておいて、私らがじゃあ使って、はい、基本エネルギーを持ってきます。いいです。じゃあ草エネルギーを2枚と、もうまたもうエネルギーないです。これでシャッフルストップお願いします。そしたらサルジエでじゃあ山をこれして、うん、入れ替えて、でもう一回私らがまた上に使えるのか。うん、じゃあこれを変えます。これ実質ワンノーですね、今回。なるほどね。じゃあシャッフルします。ね、うわー、どうしよう、ついにあります。うわー。さあ行きましょうか。僕たちの絆の力を。さ
さあ、ライフエンドを使います。やめてくさあ、エネルギー、炎エネルギー、水エネルギー、糖エネルギー、鋼、超、雷、フェアリー、アクレ、うわー、1,2,3,4,5,6,7,8,9 プラス30、300メガです。はい、よろしくルールでマイナス30,270,9,2。はい、気絶しました。最後から2枚取らせていただきます。やめてほしい。はい、ただ、はい、これはね、計算です。僕え取らせて、ここで絶対にリセットスタンプを打つ。でここは、はい、かまど使ってクイックボードを出して、このエネルギーを加えてます。はい、圧縮圧縮。ここは溶接棒を使って、このエネルギー2枚を、はい、そこにつけて3枚にします。やばい、ここから負けた。やばい、やめてよ。負けたー。今まで戻してきて、はい、じゃあ1枚引きます、うん、これね、ついにできて一番いけないんですよ、この後。やばいよー、ひどいよー。4回攻撃した終わりです、これ。ひどいよー、はい、本当に負けんじゃん。負けそうだよ、俺、しっかりと。このエネルギーを、はい、イサミマックスに、風船をイサミマックスにつけておきます。はい、スピードなので逃げます。はい、よいしょ。大火炎玉170やけど、ケースです。やけどまでした、どうもかわいそうに。一枚取る。じゃあ、金箔をしておきます。はい、じゃあカードを引きます。はい、さて、何もできねえか。私らがの、ワンタックル、まず1回目使います、うん、はい、サルジェ使います。なるほど、はい、山のカードとこれで1枚入れ替えます。はい、さあ、これ実質1枚引いてるんでね。じゃあもう一回私らが綿運び使います。じゃあストップで。はい、ストップ OK です。はい、じゃあ番を返します。はい、全然つかないと。はい、1枚引きます。ベース版 V マックスに進化しておきます。はい、巨大かまどを使って、はい、ベース版 V 取らします。はい、こちらでーす。どうしない。いや、いいでしょう。でもこちらもあれなんですよ、ちゃんと釣り竿でね、ちゃんとドーブル戻してるんで、まだ山に、うん、山の谷ね、2枚あるんで大丈夫ですよ。じゃあ大観音で倒します。あー、ドーブル。じゃあいつもの金マスを大マスを出しておきます。はい、さあ、ここ頼むよ、頼むよ、頼むよ、頼むよ。これドーブル次の時ボスで呼んでるんですけど。そうですね、はい。まず私らがで、はい、エネルギーを2枚持ってきます、うん、エネルギーを2枚持ってきて、普通の釣り竿で。なるほど、これでポケモンだけでもいいんですよね。 OK です。じゃあドーブル2枚を、ケガだとヤマハナのカードをサルジェで入れ替えます、はい、じゃあこことこれ入れ替えまして、はい、強いんだよな。あー、私らがで、はい、アタコミでエネルギーを持ってきます。もう火力は十分なはずなんだよ。火力はね、火力は十分。問題はドーブルにエネルギーがつくっていうことですよね。そうですね。じゃあ、持っていきます。フェアリーエネルギーをやりゆう。なるほど、ちょっと不穏な動きをしてるから。じゃあ、ワンお返しします。なるほど、一応いきます。いや、怖えなぁ、この負けんしろ。はい、まだ全然終わっちゃうんだよな、俺。回収して、A3 で爆死エネルギーを1個つけまして、はい、ボス欲しい。はい、いいですか。どこでやられたんで。やられたんで、はい、OK、はい、です。巨大なかまどを使って、はい、かまどらします。はい、で、カード持ってきません。はい、クイックボールで、はい、炎を切ります。はい、カラギャラップ V、はい、いきます。もう一枚引きに行きましょう。はい、まだ散歩しに行った。そんなことしダメだよ。いいでしょう。そこでリセットスタンプを、このままスタンプを引きに行く。引けない、引けない、まだあるぞ、まだあるぞ、頑張れ。引けなかった、頑張れ。俺のドーブル引き大体の話します。はい、了解です。じゃあ一応私らがお記念に出しておきます。引きます。さあ、来るか。ボス、ドーブル、ツインエネルギーで勝ち。いやー、負けました。くそー、強かった、そっちのデッキ。いやー、ちょっと一応引いて、一応ね、じゃあ、第1回目通して勝利と言って、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちゃんとドーブルで、うん、レシーザーを超えるっていう、うん、この熱い展開を見せたからと思いました、はい、よかったです、はい、でこっちは勝因はリセットスタンプですかね、やっぱり。そうですね、そうですね、一応ミロカロスで、はい、そのマリーは対策してたんですけど、うん、リセットスタンプは無理でしたね。いや、なんかね、ナップルが前に愛の選手さんと対戦させていただいた時に、はい、負けたんですよ、はい、で今日はだからホニータさんに、はい、ハジョさんに勝ってもらって敵討ちをしてほしかったんで、ありがとうございます。繁盛さん界隈に今一生いっぱいといくらしい、いっぱいになりましたね、はい、僕ら大将もいずれ、はい、出さないとなっていうふうには思ってます。トリッピーさん、はい、トリッピーさんが大将ですね、一応。そうですね、はい、
なんか頼りないですけど一応頼ります。じゃあまたぜひね、はい、うちのゲームの方でもちょっと出ていただきたいなとは、はい、いつか出ていただきたいなと。いいんですか、はい、いいんですか、いいんですか、はい、もちろんですよ。そうね、じゃあぜひポケチャンネルチームをね、はい、ハンジョさんのチャンネルにちょっとゲームをねしに行きましょう。またぜひお願いします。はい、はいはい、今日の対戦が面白かった方はチャンネル登録お願いします。お願いします。それでは皆さん、また次回、バイバーイ。